56kg 契約、3分3ラウンドマッチです。赤コーナーはチームドラゴン、タケル。デビューから5連勝もありました。挫折も経験しました。そしてまた勝ち続けています。対する青コーナーは感動場から出陣の榊克樹。こちらは一撃ハードヒットにかけてくるか。11戦目、一発が怖い青いグローブの榊は4勝 4KO。 それに対して思い切りのいい攻撃、赤いグローブのタケルです。違った武器のぶつかり合いとなるのか否か。さらに新境地を開くか。両者今第1ラウンドのスタートです。さてグローブを合わせてサウスポースタイル、いやオーソドックススタイル、バックスピンかな。タケルがさらにインローを放っていきます。そしてこの動き、とにかく小比類巻選手、はい、タケルはキレがいいですし、思い切り、そして動体視力もいいですね。そうですね、タケル選手はもう気持ちがすごく強くて、俺が負けるはずないという気持ち持ってますよね、常に。でこの榊選手、この選手はパンチあるんですよね、はい、ものすごいパンチあるんで、もうこのパンチとこの気持ちの問題ですね。おお、ベリーストレート、その一発が怖い榊に、タケルが、中村さん、早くもダウンを奪いましたね。そうですね、やっぱりタケル選手は攻撃力もすごくあるんですけど、やっぱりこう相手を見るところは見るし、合わせる、そういうなんかテクニカルな部分もあるんですよね、うん、今それがまさに出た右の一発だと思いますね。ドンプシャリのタイミング、おお、しかし右を強振するのは榊です。下がってから左、これがあります、前蹴り。小比類巻選手、ダウンを奪った後もタケルは何か距離感を定めさせないように見えますが、どうですか。やはり冷静ですよね、うん、無理にいかないで。あ、無理にいかない、はい、はい、おお、右アッパーから左、はい、お、逆に榊も拳を振ってくる、パンチが交錯する、あ、お、微笑みを浮かべながらパンチの連打、スタンディングダウンです。早くも2度目のダウンを奪った。苦悶の表情か、榊。中村さん、ダメージが心配です、榊。そうですね、倒れではないですけど、ああでもダメだ、ダメだ、ダメだ、問答無用、勝者タケル。その闘志、萎えないのならば勝ち切ってやろうというタケルの攻撃、連打連打。チームドラゴンのタケルです。今日チームドラゴンの、10周年の記念の大会で、ありがとうございます、10周年記念の大会で KO で勝つことができて最高です。1月から58キロのトーナメント始まるんですけど、今選ばれてる選手、まあ、世界王者とかいっぱい強い人出てるんですけど、俺が取んないとクラッシュの58キロ盛り上がらないと思うんで、俺が58キロ初代チャンピオンになります。お祝いよろしくお願いします。今日あとチームドラゴン、この後みんな最高の試合して最高大会にするんで、応援よろしくお願いします。おっ、さて中村さん、そのトーナメントに際して強い世界王者というキーワード出ましたね、はい、そうですね、55キロの
はい、どうだ今日生中継なんで地元のみんな見てる。また頑張るから応援よろしく。